伊勢正造は、日本のシンガーソングライター。あだ名は、ただしやん。かぐや姫、風のメンバー。大分県つくみ市出身。大分県立大分舞鶴高等学校卒。千葉工業大学工学部工業科学科中退。高校時代に先輩だった南高設に誘われて、コーラス部でバンドを結成する。先に上京しソロやかぐや姫を結成し、 音楽活動をしていた南が、大学入学間もない異性を、かぐや姫の新メンバーに、再び勧誘し、加入、山田パンダと3人で1975年4月まで、活動。1975年2月にもと、猫の大久保和久とフォークデューを、風を結成。1978年、かぐや姫の再結成に参加。1979年に、風が、 活動を休止した後、ソロ活動を開始。1981年、南高設とともに日本クラウンからキャニオンレコードへ移籍。1985年からは表だった活動を控えるが、1990年、第10回サマーピクニックで、大久保和久と人よ限りの風として共演。1993年、フォーライフへ移籍し、ソロ活動を再開した。 1995年には池田里氏と期間限定ユニット、イズを結成。1999年には山本純子とのコラボレーションを実現。同年、かぐや姫の再結成に参加。その後、伊勢、大田博美、大野雅美の3人で全国を回るアコースティックナイトコンサートを開催。この3人は名古屋伊ズと呼ばれるユニットを組んでおり、 2007年12月2日、コンサート会場と通販のみの限定リリースで、ライブアルバムのアコースティックナイトを発売した。2008年に、風の再結成が計画されたが、大久保の病気のため休止となった。その後、風一人旅コンサートを企画し、全国をゆっくり暗夜している。2013年、南高節と新しいユニット、姫風を結成。 デュエットシングルオリジナルアルバムミニアルバムセルフカバーアルバムライブアルバムベストアルバムありがとうございます